ったんですが、まだ点に結びついていないこの状況。残り10分を切って、さあ中国がまた久々に深い位置でボールを運んできました。全体が押し上げ気味になっています。右サイド、森山対応します。もう一人挟んでほしいですね、はい、さあ村井がゆっくりとボールに近づいていく。ここで奪ったらチャンスですからね、はい、こう思い切ってプレッシャーかけてほしいですね、はい、さあディフェンスはもうマンツーマン1対1という状況になっていますが、村井が来た。あのボールの両サイドのプレスが甘かったですね、今ね。ゴールはリーキングです。散々2人3人で挟んでほしいってお願いしたんですけどね、はい、ちょっと足が止まってきてるんですかね。先制点は中国でした、リーキング。いやもうあの辺りね、もう見え見えにね、全部1対1になってるんですよ、はい、ちょっとマークがずれてるんですね、あそこにやっぱり声かけ合っていってほしかったですね。さあ今の失点シーンです。日本のボールの裏、そして今体を入れられてしまいました。さあ失点してしまいました。日本絶対に勝たなければいけないというこのゲームの中で先に失点をしてしまいました。ただ苦しいって思っちゃいけないです、ね、これでもうやっぱり逆転しなくていけないという立場ですからね、はい、まだまだ欲しいですね、はい、さあ右サイド20番の王陵構えています。もうここはもう集中してほしいですね、はい、真ん中に来た。21番超英会181センチ、これで2点目です。これで2点が入ってしまいました。ちょっと心配されたこのゴール前の高さの差ですね、はい、前半の43分、 2点目が中国に入ってしまいました。さあしかしまだまだ時間はあります。キックがね、精度が良かったんですけども、触るだけでね、はい、あれぐらいのスピードで角度変わりましたね。さあジーコ監督はこの表情、全く表情変わりません。さあ後半が始まって12分が過ぎています。ボールの後ろには阿部勇樹、大事な大事な12分ですよ、はい、早く追いつきたいですね、はい、ここで1点取っておけば中国また再び慌て出さざるを得ないという状況なんですが、ね、あのいいポイントがマークされたんですね、はい、読まれましたね、はい、まあ、阿部ですからね、整えて期待したいですね。さあ阿部が直接狙っていくか、どうだ、やった、素晴らしい、1点差です、これでいける、これでいけるんですよ。そして森山最後の最後まで詰めていた。いやもう阿部のフリーキックで入ったみたいなもんですね、はい、さあ阿部のフリーキックが生きた。そしてゴール裏、まさにこのサポーターにプレゼントするようなこのゴールでした。見事なフリーキック、もう一度見てみましょう。完全にもうバーに当たって越えるか越えないかというところ、最後森山が詰めていました。タバさん、はい、10番入りますね、13番アウトです、はい、10番陳東が入ってきます。中国多分7番がボランチに戻って10番トップ下ですかね、はい、この選手も今年のワールドユースベスト16のメンバーです。佐野が上がり目、そしてさあ田中達也から裏を狙う、もう一度シュート、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 素晴らしい、素晴らしい、まだあるぞ、まだボール、ボール、ボール、今ね、チャノが、ね、行ってシンプルにね、前行こうとしてるんですよ。後ろでボール回す必要性ないんですよ、時間的にね。まだ時間があります。同点が目